海星高です。決してスタートが下手な馬ではありませんね、はい、そういった意味では心配はないですからですね、あの飛びの大きい馬ですからね、はい、それがちょっと遅れたように見えますけども、そういう心配はないと思いますがね。海星高入りました。全部で27頭であります。距離が 2400m。 正面スタンド前4コーナーを回りました。左側の地点からスタートいたします。続々とゲートインを行っています。偶数番号の馬もほとんど入りました。内の方でチェリービート、今誘導されましたラズモフスキー、大外の馬、そして金井熊も入っています。クリオンガードもオシュエートも入っております。ゲートインが完了いたしました。係員がさーっと左右に散りました。スタートです。ゲートが開いてスタートが切られました。海星高まずまずのスタートであります。一番内からクリオンワード、すぐ外から初代王出口を遅れていきました。海星高がその外側真ん中からスーッと出てまいりましたのがスピードリッチであります。スピードリッチ、チェッカーフラッグ、さらには11番のボージェスト、逃げ馬のボージェスト行きました。外側からカレイコマが馬体をスーッと内に寄せていきました。海星高は今11番手で第1コーナーに向かっています。先頭には外目を通りましたホワイトホンテンが行きますが、内ちいっぱいを通りましてスピードリッチ、そしてチェッカーフラッグ、ボージェスト、そしてホワイトホンテンであります。ホワイトホンテンも行きました。さあ1コーナーから2コーナーに向かいます。海星高は6番手、いい位置をキープしています。海星高は6番手であります。先頭にはホワイトホンテン立ちました。そして2番手にはスピードリッチ、これから1馬身で乳酸と上がっていきました。内を通りましてクリオンワード、クリオンワードも好位をキープしております。金井駒が7番手、そして金井駒のすぐ後ろが海星高であります。先頭から8番手であります。先頭はホワイトホンテン1馬身半のリード、そしてスピードリッチが2番手、乳酸と3番手、優勝が4番手に上がってまいりました。内々を通りましてクリオンワードであります。外目を通りましてチェッカーフラッグ、さらにインコースを通ってもう一頭行った。海星高はやや外目に持ち出しました。3コーナーのカーブのちょうど坂の上であります。先頭はホワイトホンテン、先頭から12、3馬身のところに海星高います。ババの外側を行きました。海星高3コーナーを回ってちょっと仕掛けています。先頭はまだホワイトホンテン、ニューサントが2番手、3番手には内を通りましてスピードリッチ、優勝がいった。海星高も行きました。3コーナーから4コーナー、早くも3番手に海星高上がりました。白い勝負服に紫色の袖が生えています。3番手に早くも上がりました。2番手に迫ろうというところ行きました。海星高先頭はニューサント、ニューサントが先頭です。海星高が2番手、海星高2番手、外目を通りまして梅の魚が上がってきた。まもなく第4コーナー、あと 500m であります。先頭はニューサント、そして海星高はゴムの真ん中から来ます。ゴムの真ん中から梅の魚を来ました。そして外側から竹を突っ込んでくる、竹を突っ込んでくる。先頭はわずかに海星高かニューサントが真ん中割るようにしてグーンと1ミリ下が突っ込んでくる。1ミリ下に海星高は3番手、竹奥が先頭だ。海星高3番手、さあ頑張ったのは竹奥、竹奥が先頭、竹奥先頭だ。1ミリ下に海星高は3番手、海星高は3番手、ちょっと届きそうもありません。先頭は竹奥、海星高は3番手、1ミリ下が2番手、先頭は竹奥、鞭を入れながら竹奥優勝。2着には1フリーサミ、海星高3着と敗れました。勝ちましたのが竹ホープ、2着が1フリーサミ。島田勲騎手、鞭を高く上げました。これが敗れた海星高、海星高3着です。